デンマークっていうその環境の先進国でっていう、まあヨーロッパを席巻してるそのバイクを仲間が持ってきたっていうことで、まあ、気にはなってて、そしたらまあご縁で話もらえたんで、まあ、乗らせてもらったり、それからこれの本当こう可能性というかを感じて、もうぜひやりたいなということで、もうこっちからねお願いしたぐらいの感じです。ちょっと別次元っていうか、なんて言うんだろう、今まで電動自転車自体は乗ったことはあったんだけど、なんかそういうものをこう超越した、オフロードも行けちゃうし、なんかいろんなモードがあって、歩行モードとか歩いてる人と並走できたりとか、何から何までちょっと別次元なバイクだなというのと、まあかっこいいですよね。いろんななんかオプションがあるというかね、このなんていうの、荷台とかもう取り外しできるし、ハンドルもいろいろあったりとか、なんかサスを変えてる人がいるとか、そういう噂もあったりして、まあいうんでもいいなみたいな。すごいコントラストが出て、東京のこうアーバンな空気の中でのライドと、もう人工物の一切ない大自然の中のライドと、両極端をこう走れて、でもあ両方なんていうか走れるんだっていうか、まあ、当たり前なんだけど、どっちにも合うし、どっちにもスタイリッシュに見えるし、かっこいいんだけど、どっちにも適してる。だから、あ、両方包括してなんていうかオールマイティーなバイクなんだなって。タイヤも変えれんでしょ、もよりオフロードになったりとか。なんか雪山を走ってるあの映像見させてもらったけど、あんなとこまで行けんのみたいな、まあ、今回ね川も走りましたけど、本当に楽しかった。乗ってて楽しいし楽だし、まあもちろん漕ぐから運動にもなって、でね、さっき兄が言ってたけど、こう腸がちょっと揺れて腸活にもなってんじゃねえかみたいな気さえしましたね。俺車今乗ってなくて、大阪でバイクに乗ってんだけど、やっぱりバイクもガソリンで走る石油系の乗り物だから、やっぱみんなの話を聞いてて、例えば車ね、1台の駐車場スペースに e バイクメイト6台止めれるとか、今サステナブルだったりとか、そういうエコだったりとかオーガニックだったりとかっていうものが時代の流れの中ですごいこう大事な要素として、キーワードとして出てきてるじゃないですか。それにこうドンハマな自転車だし、こんなになんていうかな、楽しくてかっこいいのがさらに地球のためにもいいっていう、まあ、今回のキーワードになってる100年後の未来のためにとか、100年後の地球のためにとかっていうのが、今のずっと続いてった先に未来があるんだったら、ね、今変えとけば未来は変わるから、だったらそのなんか希望とともに乗れる自転車と思うと、いいバイクと思うと、なんかねすごく、まあ、自己満かもしれないけど満たされるところもあるし、これが流行ればみんながバイクから車から、だって本当どこでも行けんじゃん、これだったら80キロぐらいは距離行けるし、それに変えてみんなで石油燃料使わないとか、新しい時代を自分たちの手で足で漕ぎ出せるっていう感じがしますね。
なんかこの間のコロナの、まあ、この間っていうか現在進行形かもしれないけど、世界中でロックダウンみたいになった時に、あの今まで自分の村から見えなかったヒマラヤ山脈が見えたとか、いなかった白鳥がもう帰ってきたとか、なんか環境の変化が本当1週間ぐらいで世界レベルで起こってて、でそれってあやっぱやればできるんだっていう意味で、俺はあんまコロナってあんまり悪いこととして捉えてないんだけど、だこういうことで言うとね、またプチ炎上狙いとか言われるけど、そういうことじゃなくて、やっぱすごくみんなの気づきになったりとかチャンスをすごい与えてくれてる一つの出来事だと思うんで、その中のこうピンチをチャンスにの一つとして、環境の意識とか世の中を自分たちで作るっていう意識とかをみんなにこう芽生えさせるような出来事でもあると思うん で、特に日本って例えばだけど紙のリサイクルとかはすごく充実してて、あの回収に来てくれてリサイクルしてるじゃないですか。だけど片やなんかそういう e バイクが遅れてたりとか、そういうアンバランスなところがあるけど、こういうなんだ俺らの世代で、あこれかっこいいとかこれいけてんなっていうのが、その結局エコにつながってたりサステナブルな世界を作っていくっていうのにつながると思うと、別に見た目から入ってファッションから入っても結果地球が良くなるならすげえいいことだと思うし、あのロンドンでネットフリックスのドラマを撮影してたんだけど、やっぱ当時からもうすでにこう電動自転車が街に置いてあって、みんながこう借りて乗れたりとか、まあ、キックボードみたいなのもあったけど、こうそういうのがもう日本でも今はもう始まってきてるけど、いち早く、そして街中に乗り入れない、なんだろうそれって俺最初分かんなかった、あそういうことか、環境への配慮なんだと思って、このナンバーの車だけ行けるとか、なんかそういう取り組みを日本に住んでて知らなかった。でロンドンで気がついて、そういうことなのかと思って、あ日本は遅れてるとこやっぱあるんだなっていうのをすごい気づいたけど、そこに対してもね反応できるというか、それを体現するような乗り物だし、そして折りたためるからどっか持ってって、じゃあ自分の好きなあの湖に、好きなあの山にって乗ってった時に、まあ、さっきも言ったけどそういうオフロードも走れちゃうわけだから、街乗り山乗り海乗りまでできちゃって、川まで越えちゃって、なんかどこでも行けんなっていう感じでね、結局これどこに来たんだろうっていう、帰り道もう分かんなくなっちゃったなみたいな。でももう帰り道は分かんなくていいんだと思うんですよ。 Don't look back で、やっぱり未来だけ、前しか見えない目玉をつけて進んでいくなら、やっぱり地球にいい、心にいい、体にいい未来だろっていうことで、それを流行らせられるっていうのは、次の世代のイケてる人たちがみんながこうそういうふうに、こうこれいいよ、これ体にいいよとか、これ地球にいいよとかっていうのをみんなでどんどんシェアして、自由にこうクリエーションできればいいなと思ってた矢先のこういうクリエーションだから、本当嬉しいし、あもう風の時代来ちゃったみたいな、もう今体感してますね。このここがどこだかちょっと言えないけど、やっぱり元気に生きていく、そして楽しく生きていく、明るく生きていく、豊かに生きていく、そういうなんか、なんだろう、ここに来てよかったみたいな、ここに生まれてきてよかったってみんなが思えるっていうのは、すごくどんな時代でもそうあってほしいなと思いますね。でそのためにじゃあ何ができんだろうって言った時の一つが、このメイトに乗る、 e バイクに乗るっていうことも
大きい選択肢の一つだし、例えば子供をこう育てて子育てしてて、この瞬間にいろんな選択肢が常にまああって、子育てだけじゃないけど、その時に常にこう前向きでポジティブな方を選べる自分でいるっていうか、ただ子供が生きていく時代どういう時代になってるか分かんないけど、分かんないからこそどんな時代になっててもそいつが今言ったように元気で豊かで楽しくて幸せで安全に生きていける未来をチョイスできるようにしてったらいいっていう。なんでうちの子供にもね、ネイト提供してもらって、で今高校生だけど、こう触れて学校にeバイクで行くみたいなことをして、他の子たちはもう言ってもそのママチャリで来てたりとかするわけですよ。その時にその子たちにもその無言のメッセージというか、その姿で見せるというか、で俺らは今をよくするテレビでもよく言ってんだけど、敵を作らないっていう、ただただ俺らが楽しんでかっこいい興味があるってやってる姿を見せて、あとは興味を持った人がより知ってくれて、より深めてくれてたらいいっていうと思ってるんで、ただなんかメイトで街乗りして、なんか昼飯食いに行く姿でね、こう未来が変わるっていうか、それを見てた誰かがそうかってなって、そいつがねもうすごいアイテムを発明しちゃう人になるかもしれないし、どこに未来の種が植わってるか分かんないから、いつも子供にもみんなにもその前向きな未来を選択できるように感謝して日々に生きていけたら、きっと最高の未来に、誰も想像してないようなできないようなぐらい最高の素晴らしい未来にたどり着けるんじゃないかなと思ってます。100年後の地球のためにメイト。